境内入口三美神社は、滋賀県大津市御成寺町にある神社。かつては三美社や上三美社とも呼ばれていた、御成寺南院の鎮守社。旧社格は、県社。昔、長良山の山頂に腰に赤、白、黒の三つの帯をつけたイザナギの尊が降臨し、長良山の鎮守神となり、祀られた。また、腰につけた三つの帯が尾に見えたためにこの神は三美明神と言われるようになった。ある時、その帯が赤尾神、白尾神、小首神になり、さらに赤尾神が本人として、うの年、うの月、うの日、うの時、うの方より、長良山のこと小谷に現れた。白尾神は、大宝年間に、現、三美神社の地に、小首神は、神護慶雲3年3月14日に鹿関に出現した。三美明神は、貞観元年雨の年に、御成寺初代長理に就任した円珍によって、本人である赤尾神が現れた現、御成寺の境内の正法、こと小谷に、御成寺の鎮守として祀ることとし、社殿が建立された。その後、御成寺の境内が整備されると、北院の鎮守は、白木社、南院の鎮守は三美社となった。三美社の隣には三美明神の本持仏である、普賢菩薩を本尊とする普賢堂が建てられ、三美社のあずぼうとしてその神事を執り行った。また、白尾神と小首神が現れた地は、それぞれ三美社のお旅所となっている。現在の本殿は、応永33年に室町幕府の前将軍、足利義持によって再建されたものである。文禄4年、御成寺が豊臣秀吉の怒りに触れて、寺領を没収された際、御成寺の建物はことごとく解体されてしまったが、白木社本殿と三美社本殿は被害を免れた。慶長年間には秀吉によって社殿が修復されている。明治時代に入り、神仏分離が行われると、白木社は白木前神堂として御成寺に残ったのに対し、三美社は1876年5月12日に、社地を御成寺の境内から白尾神ゆかりの小旅所である、現在地に移し、本殿なども移築して新たに三美神社として独立した。1881年に合社となり、1910年に県社となっている。この間、1890年には、境内のすぐ南側に、琵琶湖第一疎水が作られている。創建時の物語から、うさぎは三美明神の使いとされ、境内のあちらこちらに、うさぎの石像や彫刻が存在する。御成寺境内にある、旧社地は、現在は、三井樹齢園こと谷園となっている。またこと谷園への入り口である石段の南側には、三美明神が、養合したという三美養合石が残されている。ありがとうございます。